皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はキャンドゥから発売されたオーロラフィルムを使ってオーロラネイルを作る方法をご紹介します。すでに形がくり抜かれているこのタイプのフィルムは100均初登場。お好きな形のフィルムを爪に埋め込むだけで大人気のオーロラネイルが完成します。ただし、うるうるに輝かせるためにはそのまま貼り付けるのではなく、埋め込み方に一工夫する必要があります。フィルムを埋め込むとき、ぼってりと爪が太って見えてしまうという方は、ぜひこの方法で試してみてください。キラキラと目を奪われるほどのオーロラネイルができますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。まずは下地となるカラージェルを塗っていきましょう。今人気のオーロラネイルを作る場合には、こういった地爪が透けるようなカラーがおすすめです。ブルー系やパープル系、ピンク系などがオーロラネイルにはおすすめです。今回はこちら、ダイソーのシアーマリンブルーを塗っていきます。全体に塗り終わったら硬化します。硬化したら同じカラーを2度塗りします。できるだけ透け感を残すように薄く塗っていきましょう。全体に塗り終わったら硬化します。それでは次に、ここで未硬化ジェルが残らないノンワイプトップコートを塗っていきます。この後オーロラパウダーをこすりつけていくのですが、その前に爪の表面をサラサラの状態にしておきます。ネイル用のパウダー類は爪にベタベタとした未硬化ジェルが残った状態だとまだらについてオーロラっぽくならないので、必ずノンワイプトップコートを塗ってからこすりつけていきます。全体に塗り終わったら硬化します。次にオーロラパウダーをこすりつけていきましょう。オーロラパウダーをこすりつけることでフィルムとの一体感が生まれます。今回は下地のカラーとは違うセリアのグリーンのオーロラパウダーを使っていきます。指に直接つけてこすりつけてもいいし、アイシャドウチップでこすりつけるのも OK です。オーロラパウダーをこすりつけたら、柔らかいブラシなどで余分なパウダーを払い落とします。次にパウダーが取れないようにコーティングをしていきます。ここで使うのはベースジェルがおすすめです。今回はこちら、セリアのベースコートを爪全体に塗っていきます。全体に塗り終わったら硬化します。それではここからオーロラフィルムを貼り付けていきましょう。今回は100均のキャンドゥから新しく発売されたこちらのオーロラフィルムを使っていきます。こちらのオーロラフィルムはすでに四角や丸、
ハートなどの形に切り取られているので、自分で切り取る手間がありません。大中小とサイズも分かれているので、皆さんの爪の大きさに合うものを選んで使いましょう。またサイズを選ぶときには、爪よりも二回りくらい小さい、このぐらいのサイズ感のものを選ぶようにしましょう。フィルムの幅が広くなればなるほど、埋め込むのが難しくなり、仕上がりもぼってりと太って見えやすくなります。ですので、特に初心者さんの場合は、フィルムの幅を細いものにすることで、上手に埋め込むことができますので、サイズ選びの参考にしてみてくださいね。それではこのフィルムを爪に貼り付けていきましょう。使うのは先ほども使ったベースジェルです。まずはこのベースジェルをオーロラフィルムの片面に塗っていきます。少し多めに塗っておきましょう。フィルムにジェルを塗ったらひっくり返して爪の真ん中にのせます。爪の上にのせたら、ピンセットでフィルムの真ん中をそーっと押して、フィルムの周りからジェルが漏れてもいいので、しっかりと密着させます。次にフィルムの周りから漏れたジェルを筆を使って外側へ鳴らします。フィルムをうるうるに輝かせる秘訣はこのフィルムの貼り方。爪に対して真っ平らな状態でフィルムを貼ることで最大限に輝きます。爪のカーブに合わせてフィルムを貼った場合と比べると、こちらは光の屈折方向がバラバラになるので、うるうる感が半減してしまいますが、フィルムを真っ平らに貼ると、より強く輝きます。そのためには、フィルムを貼り付けるとき、爪先から見た状態が台形になるように、フィルムの外側に漏れたジェルを鳴らしておきます。フィルム周りのジェルを鳴らしたら硬化します。次にフィルムの上だけにベースコートを塗ります。今はフィルムの上だけ真っ平らになっている状態。ここにベースコートを乗せて爪の緩やかなカーブを作ります。こうすることでより自然な爪の形に仕上げることができます。フィルムの上にだけジェルを塗ったら硬化します。最後に爪全体をノンワイプトップコートでコーティングします。全体に塗り終わったら硬化します。これで完成です。オーロラフィルムの輝きを最大限に生かしたオーロラネイルが完成しました。オーロラフィルムの埋め込み方いかがだったでしょうか。オーロラの輝きを最大限に引き出すにはフィルムを真っ平らに貼ることがポイントです。ただぼってりと厚塗りに見えないようにフィルムの幅を細いものにしたり、フィルムの上にぷっくりジェルを乗せることで、ぼってりとした見た目を防ぐことができますので、皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。
この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。